そうですね、音楽を聴くことです。ちなみにその音楽って何かこう固定ですか？そうですね、まあ自分が登場曲にしてる、歌を、試合前によく聴きます。じゃあ岩貞さんに質問があります。はい、なんでそんなに面白いんですか？なんでそんなに面白いんですかということなんですけども、パス。いや、面白いとかそういう手応えもないですし、そういうつもりもないんですけど、まあチームメイトに恵まれてるとしか言いようがないんじゃないですかね。本当にそうやって世間がそういう目で見てくるのが僕一番辛いんで、絶対やめてほしいんですよ。はい、なので面白くもなければ何でもないんで、勘違いしないでくださいって伝えたいです、この皆さんに。はい、ありがとうございます。はい、高寺選手に質問です。好きな食べ物と色を教えてください。一言も一言、あ、おざすがです。おざすに対して僕もおざすって返します。まあ、いい子だと思うんで、これをきっかけにめっちゃ仲良くなりたいと思います。まあ、食べ物と色さえ知れれば大体仲良くなれるんで頑張ります。好きな食べ物と好きな色を教えてください。好きな食べ物は生ハム。料理じゃないんですけど、料理はオムライスで、ちょっと単体なら生ハムがと梅です。で、好きな色は、好きな色はピンクですね。ピンク、はい、はい、あれ、あまりでも道具に入れてないですね。あ、まだ入れてないです、はい、で、岩貞選手に一言。岩貞さん、よろしくお願いします。これからよろしくお願いします。糸原さんに質問です。なんでそんなに面白いんですか？なんでそんなに面白いんですか？いや、バカにしてるでしょ。っていう質問が出ます。面白かったことないでしょ、別に。そう、バカにしてるでしょ。いや、僕はガヤ入れてるだけなんで。はい、いい、でもそれも才能だと思いますが。いい、まあ、やっぱり、はい、面白いっていうか、まあ、ヘッドがなんか発信したらみんなシーンってなるんで、そこはちょっと僕は拾って、ああ、はい、さすが掛け合いがいっぱいあるんで。さすが名誉キャプテンです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、熊谷選手に質問で、めちゃくちゃイケメンでみんなからかっこいいって言われてると思うんですけど、自分でもかっこいいと思ってますよね？それ聞きたいです。はい、あとベンチでなんでそんなに声を出さないんですか、教えてください。みんなからイケメンかっこいいって言われてるけど、言われてると思うんですけど、自分でも思ってますよね。ヒットさん、あとベンチになんでそんなに声出さないんですか、教えてください。自分では全く思ってません。全然、本当に糸原さんの方がかっこいいと思うので、ベンチで声出してないって言いますけど出してます。糸原さんがいじってくるのもしっかり返してるつもりなので、まあ、けどまだ弱いって言われてるんで、まあ、その辺がちょっと甘いところかなと思いますけど、はい、しっかり声を出してます。大山さん、大山さんはなんでそんなに優しいんですか？僕と話すときいつも優しくて、はい、いつも思ってることなんで、いつも言ってます。ありがとうございます。聞いてきます。なんかこう喋りやすい雰囲気を出したいというか、なんかなんていうんですかね、その年下の選手でもこう来てほしい、来てほしい、どうなん、行きたいです。
まあ、友達感覚言ったら変ですけど、まあ、その最低限の礼儀っていうのはみんなできてるんで、そういうのさえしっかりしてくれればいいかなと僕は思ってるんで、でも何人かはちょっと舐めてますね特に K ってやつが、特に K ってやつがやばいですね。 K です、 K ですね、はい、K は皆さんのあのまるでコメント欄お願いします、はいまあでもみんないい後輩です、はい、はい、僕は嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうございます、下田選手に質問なんですけど、2回目のデスノックの時に、高寺が何だっけ、信州そば、遠藤がきりたんぽ、ダンは忘れた、忘れてないやね絶対忘れてない、奈良漬け、奈良漬けで貝だけうなぎだったんですけど、それに関してどうですか、おいこいつがナイスダンです、悪口ですからね、悪口、普通に悪口だと思う、おい、それに関してお願いします、うなぎって言われてますけど、どうですか、どうですか、どうですか、ね、馬刺しとかからしれんこんとかで良かったんじゃないかなって思うんですけど、なんでうなぎなのかなって変態で聞いたんですよ、そしたら監督がうなぎ好きだって言うから、それで納得はしたんですけど、もうそんなうなぎ有名じゃないのになとは思いました。ねえ、おばた、あいつが一番悪いんですよ、あいつがいつも黒幕すぐ怒るんですもん、島田くらい、やめてください、自分そんなこと言わないんですよ、言ってるじゃないですか、もう一番言ってるらしいんですよダンとか、まあダンもあいつも変わんないですけど、ダンさん自慢、いやいやいや違う、ダンが一番悪い、ダンが一番悪い、僕のあれですよ、僕の前じゃあんま言わないんですよ、あんま言わないけど陰で一番あの顔一番撮ってほしい、あの顔舐めてるんですよ、本当に。可愛いですけどね。ありがたいですよ、それは。江越選手、江越さんに質問です。最近ワンピースを見始めたとのことですが、今 見終わってるまでの中で一番好きなキャラクターは何ですか？お願いします。今の時点でお気に入りのキャラクターは誰ですか？お気に入り？お気に入り？チョッパ。理由を。かわいい。ちなみに今何話まで行きました？今何話かな？今、空島です。何話かわかんない。ありがとうございます。